はハレルヤアメン。こんばんは、ハレルヤアメン。アメン。犬さん、ハレルヤアメン。こんばんは。こんばんは、ハレルヤ。今日ですね、周回配信できなくてすみませんでした。一応行ったには行ったんですが、地下だったんですね、その教会がですね。で、回線がやっぱり悪くてですね、しかし録画を撮ってきまして YouTube に貼りましたので、もしとても良かったので皆さん YouTube で見てください。ニコ生の方はちょっとできなかったんですね。でもとてもいい集会でした、ね、とてもいい集会でした。もしお時間があるときにちょっと見てくださいね。はい。しょうがないですね。なかなか回線っていうのは難しいですね。なかなか回線が難しいです。で、このマーク、なんて読むんでしょうね、マーク・スティスバーゲンって読むんでしょうか、わかりませんが、この方の集会は明日明後日4日まで、ね、4日まで東京第一教会、東京第一キリスト教会という教会でやりますので、もし高円寺ですね、東京の高円寺で、もし高円寺近い方は東京第一キリスト教会で、11時15時19時で、3日4日やってますので行ってください。それか関西の方、大阪、まあ、5、6じゃないかともちょっとはっきり分かりませんが、5、6もですね、大阪の方でやる予定ですので、大阪に近い方はおすすめします。マーク・スティスバーゲンという、とてもいい、YouTube で皆さんちょっと確認してください。私今日行ってきましたね、今日行ってきました。今日のタイトルは、今日本シリーズをやってるそうですね。で、今もう巨人勝ったんでしょうか。今日は巨人勝った、勝ちそう、まだわからないということですね。で、皆さん日本シリーズ見て、見てる方が多いんでしょうか。今日巨人か勝つと3対3になるんでしょうか。3対3で次が決まるということなんでしょうか。私知らないんですが、実はですね、私はクリスチャンになる前は野球が好きでね、野球が好きで巨人ファンだったんです。巨人ファンで毎晩見てたんですね、毎晩で、ナイターばっかり見てたんですけど、そのナイターがない時はもうなんかもうつまんなくてですね、今日野球がないって言ってですね、で巨人が勝つとニコニコという、ね、で巨人が負けるとあーっていう感じで、それが何のね、どうして巨人が勝つと嬉しいのか。そして、まあ、クリスチャンになったらですね、もう全然関心なくなったんですね。クリスチャンになったらもう野球がどっちが勝とうとですね、もうそんなことはどっちでもいいみたいなね、あまりその巨人が勝とうと、ね、阪神が勝とうとあまりこの関係ないじゃないですかね。自分の贔屓のチームが勝てば嬉しいかもしれないけど、でも、まあ、人生にとっては大したことないと思いませんか。人生にとってどのチームが勝とうとあまり大した問題ないですよね。ただまあ、なんていうのかな、そういう勝った時の喜びっていうでしょうかね。で、まあ、何勝何敗何引き分けといってですね、だんだんこうランクが上に上がってくると喜んだりですね、それからマジックがつくと、ああもうちょっとで優勝だとかね、まあスポーツというのは確かにハマれば面白いかもしれません、面白いかもしれませんけど、でも人生にとってあまり意味ないですよね。楽天が勝とうとですね、巨人が勝とうと人生にあまり意味がないですね。その
時間つぶしにはなりますね。庶民の楽しみかもしれない。確かに庶民の楽しみかもしれないけども、でも実際に多くの人の問題を解決しませんね。その家庭の問題、社会の問題、個人の問題、まあ若干こう元気になるとかそういうのはあるかもしれないね。若干なんかこう、スポーツをやることに、まあスポーツをする方がちょっとプラスになるかもしれませんね。スポーツをする方が若干体を動かしていいかもしれませんが、見る方はですね、まあ少しは面白いかもしれないけども、そんなに有用ではないと思いますね。で、私ゴルフもやってましてね、ゴルフでゴルフの試合見るの楽しみだったんですね。ゴルフの何ですか、いろんな毎週土日かなんかにあるんですよね。そういうゴルフで優勝するのを見てましたけども、自分でゴルフもやってたんですね。ゴルフもやってたんですが、でもまあ結局のとこ全然うまくならなかった100切れなかったんですね。100切れたことが1回ぐらいしかないぐらいなんですが、まあ、とにかくゴルフも運動にはなるかもしれないけど、ゴルフ番組見ても結局は何の意味もないですね。でクリスチャンになったらばもうゴルフも野球も、無関心になりました。やはりもっと大事なことに関心を持つようになりました。皆さん、私は思うんですよ、まあ、日本人だけじゃないかもしれないけど、世界も、ね、サッカーとかね、バスケットとか、それからアメリカンフットボールとか、多くの人はスポーツが、ね、たくさんの人生の時間をその無駄にしてるんじゃないでしょうか。1日1時間2時間ナイターを 見てもですね、その夜の1時間2時間ってとても大事じゃないでしょうか。その時間をもっと大事なことに使った方がいいんじゃないでしょうか、ね。電動放送見た方がずっといいと思いませんか。ナイター見るよりも電動放送見る方がずっと役に立ちませんか。まあ、そういうわけで皆さん、スポーツというのは意外とサタンが与えた、人間の時間を盗むツールとして、サタンがですね、その人々の時間を盗むツールとしてサタンが与えたものではないでしょうか。そのスポーツというのは、まあ、全然やっちゃいけないとは言いません。全然やっちゃいけないとは少しはいいかもしれません。でもちょっとやりすぎみたいな、ね、そんなに時間をかけるものではない、そんなにエネルギーをかけるものではない。この間ニュースでですね、その朝練をちょっとやめましょうとかいう、そういうニュースがありましたね。朝練をやめましょうという、トツ来ましたね。ちょっとトツは今あまり受け付けてないんですけども、変わりましたね。もしもし、もしちょっとすみません、切りますけどいいでしょうか。相談事あるんですよ。ちょっとおならしていいですかね。おならはしないでください。おならは。まあ本当にまあやっぱり許可制なきゃダメですね。もう本当に許可制でないと困りますよね。やっぱり。はい。まあそういうわけで。それで、朝練っていうのがですね、まあ、結局、生徒の、まあ、勉強にマイナスだということで、どっかの県だかはちょっと覚えてませんが、その朝練をやめましょうというような、そういうニュースがありましたよ。朝練っていうのはですね、アイサレンダーオールじゃないんですよ。朝練っていうのはスポーツのね、クラブの朝の練習のことを朝練っていうんですけど、まあ、その朝練のためには早く起きて眠くなって朝ごはん食べないのであまり良くないんだということですね。クラブもですね、この学校の名誉のためにね、こう試合に出てですね、なんか試合に勝つことのためのスポーツみたいな感じで、結局のところなんかこう、
スポーツにはまりすぎて、ね、勉強にマイナスのような感じがしますね。ですからやっぱりクラブもですね、ちょっとやりすぎてると思います。なんか楽しむというよりもなんかこうプライドのためにやってるような、ね、学校が勝ってその試合に勝つことによってなんか学校の名前を挙げるような、そういう道具にされているような、そんな感じがしませんか。ですからやっぱりその運動クラブっていうのもやっぱり偶像崇拝になっちゃってるということでしょうかね。オリンピックも偶像崇拝ですよ。オリンピックもね、プロ野球もサッカーもみんな偶像崇拝ですから、皆さんよく考えてですね、まあ少しぐらいならいいけど、ね、もう本当に意味がないんだと、ちょっと楽しみぐらいしか意味がないんだというふうに思ってくださいね。あの楽天が今ね、あの今日勝てば楽天が優勝だということですが、ちょっと思わされたのはあの楽天っていうのは天を楽しむということですが、まあ、それは大正解ですね。皆さん天国に行ってですね、天国を楽しみましょう、ね、天国に行って永遠に楽しむのです。天国に行って永遠に楽しむ、それが楽天ですね。楽天ですね、天国に行くためには、イエスキリストを信じて、イエスキリストを信じて永遠の命をもらわないと天国に行くことができませんね。本当に、天国に行って、楽しみましょう。天国に行って楽しみましょう。天国にスポーツ、それはちょっとわからないな。天国にスポーツがあるかどうかちょっと知りませんが、今その天国でスポーツやるのはいいんですけどね、天国でスポーツするのはいいんですけど、まあこの地上はですね、もうスポーツなんかしてる暇がない、スポーツなんかしてる暇ない、ちょっとぐらいはいいですけど、それよりもっと、ね、有用なことをしましょう。有用なことですね、神様のために働きましょう。神様のために生きるんです、ね、まあ人をね、例えば家族とかですね、なんか教会とかでみんなでこう楽しんでスポーツやる、そういうまあこの兄弟姉妹が愛し合うということ、ね、そういう交わりという意味でスポーツをやったりゲームをやったりすることはまあ意味があると思いますね、兄弟姉妹が愛し合うという意味で、そういう意味でスポーツやるならいいんですけど、まあ、プロスポーツとかですね、クラブ活動のスポーツっていうのはなんか試合に勝つということで、こう愛し合うとか楽しむとかそういう感覚じゃなくて、勝つことが目的になっちゃって、でそれはですね、スポーツを楽しんでるんじゃなくて、スポーツでなんかスポーツを悪用しているような、スポーツを乱用しているような感じですよね。オリンピックもそうですよ。皆さん、オリンピックだって国の威信というか国の名誉をかけてその頑張るわけでしょ。で結局あの参加することに意義があるといったクーベルタンかな、オリンピックのクーベルタンがですね、参加することに意義があると言いましたけど、実際はみんな勝つことに意義を見出して、でもですね、結局それはスポーツが乱用されていて、楽しむためのスポーツじゃなくて、そうナショナリズムになっちゃって、結局それは乱用されてるということですね。乱用されてる、で挙句の果てですね、ドーピングと言いまして、その薬ですね、薬を飲んで、まあ、成績を上げて勝つという、もうそうなっちゃったらフェアじゃないわけですからね。フェアじゃない、まあそれは、まあ、ズルと言いましょうか。それで勝ってもしょうがないと思うんですね。ズルして勝って何の意味があるかということですが、ぜひ皆さん、もうスポーツがもうね、人間の罪によって堕落しちゃってるという感じでしょうか。以前ね、相撲でですね、八百長の相撲とかね、野球でも八百長の野球っていうのがありまして、その賭け事に用いられたというようなこともありますよね。そして
あれですね、相撲協会ですか、相撲連盟かな、なんかスキャンダルがありましたね、相撲連盟、まあ、柔道のスキャンダルみたいなのもありましたね、相撲のスキャンダルもありました。まあ、とにかくやっぱりなんかその、なんとなくこう罪の世界という感じがしますね。罪の世界っていうのが感じます。はい、そういうことで、今日はですねスポーツを挙げてみたんですが、ぜひ皆さんスポーツにはまらないでくださいね。見ることにおいてもすることにおいてもスポーツにはまらないで、それが偶像崇拝になったらば時間の無駄だということですね。時間の無駄です。私たちは、ね、時間をもっと有効に使って、大事に使う必要があります。まあ、日本シリーズ、ね、巨人が勝とうと楽天が勝とうとどっちでもいいんだみたいな気持ちね、もう巨人が勝たなきゃダメだ、楽天が勝たなきゃダメだ、まあ、楽天のバーゲンを狙ってる人もいるかもしれませんが、どっちが勝ってもいいんだね、どっちが勝ってもいいじゃないか、そんな断ることはないじゃないかと、そういう気持ちでいいんじゃないでしょうか。はい、まあ、私はもうほとんど今興味ないですから、楽天が勝とうと巨人が勝とうと本当にどっちでもいいんですね。小さい時にですね、世田谷に住んでまして、で世田谷で自転車でちょっと行ったところに長嶋茂雄さんの家がありまして、小学校の時にその長嶋茂雄さんの家に行ってピンポンって鳴らしたら長嶋さんが出てきてですね、ちょっと話ができたという、それから巨人ファンになったという、そういう感じなんですけど、はい、まあ私自身スポーツ好きで、ハングライダーもやりましたし、スキーもやりましたし、いろんなスポーツをやりましたから、スポーツ自身は好きでしたけど、でもあんまりハマるのは良くないですね。私の友達はもうスポーツハマっちゃって、冬はスキー、夏はサーフィン、もう毎週毎週ね、週末はですねスキーかサーフィン行ってました。それはやっぱりなんか時間の無駄みたいですね。私の父はですね、太郎さん、タイトル採用ありがとう太郎さんのアイディアなんです、これはね。私の父はアユの友釣り、アユという魚がいるんですがね、その友釣りっていう釣りの仕方があるんですね。おとりといってですね、一匹買ってですね、その魚を泳がすんですね。そしてその魚の後ろに針をつけとくんですが、そのアユっていうのは縄張り争いのその習性がありまして、でアユがその辺にこう泳いでるとですね、その辺の縄張りを持っているアユが追っかけて追い出そうとするんですね。で追っかけるときに、まあ、針に引っかかって釣れるんですけど、釣るときにはおとりと釣れたアユと2匹釣れるわけですね。それは2匹釣ったわけじゃなくて1匹はおとりなんですね。でそういう友釣りっていうんですが、餌を使わないでおとりで、おとり操作みたいなもんですね。それを友釣りというんですが、私の父はですね、その毎週毎週アユ釣りに行ってたんですね。まあ趣味ですけど、まあ、釣りもスポーツですけれども、毎週毎週ね、そういう釣りをしている父を見て、なんか人生虚しいなって考えました。まあ、自然の中で釣りするのは気持ちいいかもしれませんね。川べりで昼寝したり、お弁当食べたり、まあ、健康的なスポーツではあるんですけど、でも何か毎週毎週釣りばっかりしてるのはなんか人生無駄だなと思いましたね。まあ、とにかくです、皆さん、人生は短いんです。人生はですね、大事な意味があるんです。皆さん、
時間の使い方を工夫しましょう、ね、本当に、人生の目的を知るのです人生には目的があるんです。皆さんの人生を、ね、無意に過ごすのではなくて有効に過ごす必要があるんです。ぜひ皆さん人生の目的は何ですか。じゃあちょっと皆さん聞いてみましょう。はい、人生の目的は何ですか。人生の目的は何ですか。人生の目的はだらだら生きる。天国行くこと。アメン。天国行くこと、天国に行くことですね。神様の栄光を表すこと、神様の計画、イエス様を信仰すること、神を愛すること。アメン。素晴らしいね、え皆さん素晴らしいですね。人生の目的は信仰を持ちイエス様に感謝することだと分かりました。アメン。天国に行くこと、愛に生きること、悟りを開くこと、イエス様の話を伝えること。もう皆さんはもう模範生ですね。優等生ですね。優等生、皆さんの答えは優等生ですね。素晴らしいです、素晴らしいです。もう皆さんは知っているんです。皆さんは人生の目的を知っています。素晴らしいですね。ですからその目的に沿うように生きることです。その目的にこの合うように生きるのです。皆さん神の栄光を表すのにスポーツばっかりやったら、あまり神の栄光を表さないと思いませんか。釣りばっ毎週毎週パチンコやったり釣りをやったりしたら、その神様に対して働いてると言えませんよね。毎日毎日ネトゲやったら、何も残らないと思いませんか。皆さん何も残らない人生じゃなくて、残る人生、何かが残る人生、天に宝を蓄える人生、天国ポイントですね。楽天ポイントじゃないですよ。天国ポイントを貯めることが人生の目的です。信仰と希望と愛、信仰と希望と愛が残ります。皆さんその永遠に残る方、永遠に残ることがですね、残るものをのために生きること、神様にあってその天国の宝が増えることが、これが人生の目的です。スポーツやってもね、そこに信仰がなければ何も残りません。趣味にはまっても結局何も残らないんです。皆さんの人生は無限ではないんです。限られた人生です。私もあと30年生きる予定ですが、あと残りの30年はもうバリ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 最高の人生を生きたいと思います。まあ明日死ぬかもしれませんが、もし御心ならばあと30年生きて、日本のリバイバルのために、世界のリバイバルのためにバリバリ生きたいと思います。今日ね、あの集会出ましたこのマーク・スピッツバーグさん、この方も言ってましたよ。この方も預言者だそうですけど、この方も日本にリバイバルが起きて、アジア世界に、その日本が伝えていくという予言をしていました。多くの預言者は同じ予言をします。ですから日本にリバイバルが来るというのは、もうこれは、多くの預言者が予言している、もう確定した、もう確かな予言と言えるでしょう。ですから日本にリバイバルが来ることはもう確実なんです。そういうわけで皆さん、野球なんかしてる暇ないのです。野球を見てる暇がないのです。日本シリーズどちら勝ってもいいのです。皆さんもっと大事なことに心を向けましょう。
時間、祈るための時間、ね、そして、御言葉を学ぶ時間、そして神様が喜ぶことをする時間、愛の行い、ね、正しい行い、良い行いをするための時間。皆さん、私たちは神様を喜ばすために時間を使いましょう。悪魔が喜ぶような時間の使い方ではなくて、神様が喜ぶための時間の使い方をしましょう。悪魔は皆さんにそういう時間の無駄遣い、エネルギーの無駄遣い、経済的な無駄遣い、皆さんを破綻させたい、皆さんをその、破産させたいんですね。皆さんをダメにしたい、これがですね、悪魔の目的です。ですから、ぜひ皆さん、その無駄な時間をしないように、時間を良い時間、ね、良い時間を使う訓練をしましょう。良い時間を使う訓練ですね。時間の使い方、お金の使い方、エネルギーの使い方、皆さんの人生をどのように使うのか、何に使うのか、もうさっき目的は皆さんちゃんと知っていますから、その目的に沿って、時間を使いましょう。アメン。私にとってですね、まあ、ニコ生で伝道放送できるというのはとても素晴らしい時間ですね。このように放送ができる機会、これは本当に私にとっては神様からの恵みという感じです。お金をあまりかけないで、ね、お金をかけないでこのように放送できるというのは、まあ、牧師にとっては非常に、嬉しいことですね。神様がその機会を与えてくれました。ですから、この毎日毎日伝道するのは、伝道放送するのは、この神様が与えてくれた機会を有効にして、時間を無駄にしないで、その時間を有効に使っています。で、最近ですね、このコミュで、まあ、放送する方がちょっと増えていますね。まあ、今まで、数の子さん、ね、犬さんもおられました。それから今、メラニーさん、それからパウルさん、ね、コミュで放送されています。しかし昨日もちょっと言いましたけど、今伝道放送したい人を募集しております。伝道したい、伝道放送したいという方は、まあ、すぐにできるかどうか分かりません。一応あの訓練がありますので、皆さんの中で伝道放送したい方、どうぞスカイプで連絡してください。そして、皆さんの中で本当に、伝道する機会を、チャンスを、与えたいと思いますので、ぜひ皆さん、伝道放送したい、伝道放送したいという、そのような方を、募集です。募集です、ね、はい、一緒に伝道したいのです、ね、一緒に伝道したいのです、伝道者が増えてほしいのです。今日の、集会で、中国ではですね、1億人以上のクリスチャンがいるんだそうですが、一月で100万人のクリスチャンが生まれてるそうです。すごいですね。一月ですよ。一月で100万人ですよ。皆さん、100万人って言うと日本のクリスチャン人口ですね。日本のクリスチャン人口は100万人いないと思うんですが、一月で100万人クリスチャンになるんだそうですね。ですから1億何千万人、1億何千万いるわけですね。で、一月で1万人の牧師ができてるそうです。ね、日本の牧師で何人いるかちょっと分かりませんが、一月で1万人の牧師ができてると。すごいですね。もう羨ましい限りです。羨ましい限りですね。でも日本も
ね、日本は、リバイバルが起きるということですから、ぜひ皆さん、今中国はリバイバルが起きているかもしれませんが、日本のリバイバルはもっと素晴らしいリバイバルになるはずですので、もっと素晴らしい、リバイバルになりますので、ぜひ皆さん、中国に負けないリバイバル、韓国に負けないリバイバル、まあ、競争じゃないんですけどね、競争じゃなくて、まあ、励まし合いなんです。ぜひ皆さん、日本のリバイバルを祈っていきましょう。一緒に伝道していきたいと思います。それでは、明石タイムいきましょうね。スポーツが偶像崇拝になることが分かったかし、時間を無駄遣いだったけれども、イエス様を信じて時間の使い方、お金の使い方が、無駄がなくなってきた、人生が充実してきた、本当の霊的リア充になった、時間の使い方、お金の使い方、あらゆる使い方が有効になってきた、そういう証、ね、時間を無駄にならなくなってきた証、スタート。子供に武道を学ばせるより聖書を学ばせたい、霊的でもいいのでリア充になりたいと思いました。巨人の勝利よりイエス様の大勝利が見たいです。イエス様を思う時間がどんどん増えてきました。日本シリーズ見るのはやめて聖書を読もうと思います。一生野球を見ないと決めました。サッカー見るのをやめました。掲示板が停止されているので証し一つをしようと思った、いたずらが多いので今掲示板を停止しています。スカイプの方で証しを送ってください。スカイプチャットの方で証しを送ってください。人生は短いようで長く感じる。東京オリンピックを見に行くのをやめます。イエス様を信じて祈り、喉の痛みが治りました。野球をする時間を祈るために使います。天国に行くのが目的だったんだと思いました。サッカーが嫌いになりました。競馬をやめました。霊的スポーツでも始めようかな。相撲を見るなら聖書の時間に時間を使いたいです。オリンピックは国同士の代理戦争なのでとんでもないと思いました。霊的日本シリーズで神の軍が勝利します。アメン。キューちゃん放送のおかげで格闘技やめた。格闘技は私反対です。空手、ボクシング、柔道、剣道、やはりこうある意味では殺し合いの真似ですね。殺し合いの真似ですから、格闘技は良くないと思います。霊的格闘技を始めます。サタンと戦いましょう。イエス様の前では勝ち負けもないと分かった。サッカーボールの空気を抜きました。今年もイエス様リバイバルの勝利です。主イエスキリストの皆
ボールを打つ野球より心を打つこの放送を見たいと思います。アメン。スポーツを全否定する人を初めて見たわ。イエス様も格闘技は嫌いだと思います。かつて剣道の授業を受けなくて退学になったクリスチャンがいた。この放送は霊的満塁ホームランだと思いました。アメン。イエス様が出てくれば逆転サヨナラホームラン確定です。体を鍛えることをやめて聖書を読む時間を増やしたいです。野球で誰が勝とうが天国に行くかどうかは関係ありません。一瞬の喜びより永遠の喜びを得ようと思った。この放送は記録よりも記憶に残る放送です。皆さん、いいコメントばかりですね。天国への霊的マラソンは始まったばかりだと思いました。信仰のマラソンは OK ですよ。日本シリーズよりキューちゃん放送見たいです。ヤコブは一晩中天使と戦って勝ちました。霊的食事だけで生きていきます。今気づいたけどキリスト教高校だった。日曜日の野球をやめて礼拝に行くことにしました。御心のままに生きていこうと思いました。この放送での霊的キャッチボールを学びました。サッカーしてますけど霊的サッカーを始めようと思います。野球部を潰すことにしました。砲丸投げやめて丸投げです。今日の放送で高校野球でクリスチャンが争わない理由が分かりました。天国ポイントを貯めます。寝る前に祈っていたら悪夢を見なくなりました。朝練をやめようと思いました。これ2時間くらい見たいと思いました。キューちゃん、悪夢を見るということは信仰が不足しているということでしょうか。まあ悪霊がいます、でも悪霊は出てきますので、悪霊が出ていけば悪夢を見なくなります。イエス様への気持ちは毎日直球勝負です。アメン。プロレスを見るのやめます。日曜日は朝練をやめて一緒に愛サレンダーを歌っています。勉強、学校行く暇あるなら祈ればいいと思いました。キューちゃん、ニコ生はサタン的な放送が多いと思いませんか。思います。
上司がサタンのような人です。どうしたらいいですか。許してあげてください。祈ってあげてください。もっと霊的放送を増やしてほしい。女子がクリスチャンになりますように。ニートを辞めてクリスチャンになることにしました。冬込みで聖書を販売すればいいと思います。この放送は霊的ウォーキングだと思いました。祈ったらいいことありますか？もちろんいいことがあります。会社員を辞めて霊的ニートになる決心がつきました。この放送を見て爆笑して健康になれました。油注ぎで健康になります。天国会社で働きたいです。仕事人生には意味がないと思いました。アメン、アメン。今日の放送も霊的コープレイでした。このように天国はないのでしょうか。クリスチャンの交わりの中に神の国があります。皆さんがイエス様を受け入れたならば心が天国になります。霊的デッドボールで悪魔をダウン。サタンに有効な攻撃はありますか？御言葉が剣です。御言葉がサタンを、この倒す、その金梅さんが油注ぎを受けて真面目になった。あ、そうですか。金梅さんが油注ぎで真面目になったんでしょうか。僕もキュちゃんみたく御言葉おじさんになる決心がつきました。御言葉おじさんいいですね。御言葉おじさんになってください。イエス様のお力で暗い歌を歌わなくなりました。金梅さんが12月末にキュちゃんから洗礼を受けたいと言って、なんか22日か23日来ると言ってました。素人だけど布教していいですか？いいですよ。皆さん、イエス様を信じたら、もうすぐに伝道してください。すぐに伝道してください。以前は借金まみれでしたが、この放送のおかげで油まみれになりました。アメン。これは油注ぎの油まみれですね。
イエス様のおかげでハレルヤおばさんの放送を見てます。医学部を辞めて神学部に進みました。アメン。イエス様に祈って元気いっぱいです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。アメンアメン。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。もう一つ野球の話ですが、日本はですね、ずっと、まあ、サタンに、まあ、負けていたという、サタンに騙されて日本はずっと負けてきました。で、この終わりの時代の最後の最後にイエス様が逆転ホームランを打ちます。これがですね、日本のリバイバルです。今はですね、終わりの時代ということは、野球で言えば9回の裏2ストライク3ボールなんですね。今は9回裏の2ストライク3ボール、あ、2アウト2ストライク3ボールなんですね。で、この最後の一発でイエス様が逆転ホームランを打ちます。逆転ホームランを打ちます。日本のリバイバルはまさにサヨナラホームランなんです。イエス様がね、こうイエス様がその逆転ホームランを打ちます。逆転ホームランを打ちます。そして日本は勝利します。勝利をします。あ、私左打ちなんですね。左打ちです。ぜひ皆さん、日本の大逆転を見ようではないでしょうか。日本の大逆転、悪魔に対する大逆転を見ようではないでしょうか。もうすぐイエス様が、ホームランを打ちます。サヨナラホームランを打ちます。まあ、野球の醍醐味っていうのはそういうとこじゃないでしょうか。スポーツの醍醐味の一つは、最初は負けていたのに逆転して勝つという、そのなんて言うでしょうかね、奇跡みたいな、その奇跡みたいなのが、ある意味では一つの、この興奮だと思うんですが、でも結局のとこ、ね、本当の、まあ、勝負と言いましょうか、本当の試合、それは霊的な戦いです。この霊的戦いこそ本当のスポーツなんですね。まあ、スポーツと言ったら語弊がありますが、本当の試合です。皆さん、この霊的戦いに勝とうではないでしょうか。皆さん、ね、皆さん逆転ホームランを打ちましょう。皆さんの人生も、皆さんの人生も逆転ホームランが必要なのです。多くの人は負け込んでいますね。負け込んでいますが、ぜひ、皆さんの人生も逆転ホームランをして勝利しましょう。勝利しましょう。またさっき、あれですね、マラソンっていう話もありましたね。人生は天国行くマラソンだ。つまり、ゴールまでね、諦めないで走り続けるということ、それがとても大事ですね。多くの人はですね、途中でギブアップしちゃうかもしれません。
でもギブアップしないで走り続けましょう。第一ヨハネ5章4節、なぜなら神によって生まれたものは皆世に打ち勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょうか。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。私たちの信仰こそ世に打ち勝った勝利なんですね。つまり本当の勝利というのは、本当の勝利というのは、このイエス様を信じる信仰こそ勝利だということです。なぜかというと、悪魔はですね、私たちを信じさせまいとすることです。悪魔は、私たちがですね、その信じないで、その信仰を持たないようにすることが、それがですね、サタンの目的です。ですから私たちはサタンと戦って信仰を守ります。信仰を守って信仰を最後の最後まで、最後の最後まで信仰を保ちます。皆さん、それが勝利です。それが勝利です。途中でつまずいたり、途中でまた罪の世界に戻ったり、巨人勝ったこれで3対3で、次があれですね、皆さん、巨人が勝っても、楽天が勝っても、ね、意味がありません。そんなに意味がありません、ね、それよりも霊的な戦いに関心を持ちましょう。霊的な戦い、ね、神様と悪魔の戦い、また皆さん自身の、皆さんのその、人生の戦い、そっちの方が大事なんです。そっちの方が大事なんです、ね、ぜひ皆さん、本当の試合、本当の勝負に関心を持ってください。皆さんがそう霊的 勝者になってほしいのです。楽天が勝ってもですね、人生に負けたらどうしますか。皆さん、楽天が勝っても皆さんの人生が負けたら意味がないんです、ね、楽天が負けても巨人が負けても皆さんの人生は勝たなければなりません。皆さんの人生が勝つためには、イエスキリストを信じる信仰、イエスキリストを信じる信仰によって皆さんは人生の勝者になります。人生の勝者、それは天国に行くことです。天国に行くということが人生の勝者ですね。地獄に行くということが人生の敗者になります。ぜひ皆さん、本当の勝者になりましょう。楽天が勝っても、オリンピックで日本が勝っても、皆さんが天国に行かなければ意味がないのです。イエス様が十字架で勝利したように、イエス様も十字架で勝利したんですね。この十字架というのは勝利の印です。イエス様もこの勝利したように、皆さんも、あれですね、人生に勝利しましょう。人生に勝利をするのです。誰でも勝利者になれるんです。誰でも勝利者になれるんです。ただただ悔い改めてイエス様を信じれば、人生の勝利者になることができます。ハッピーライフですね。ハッピーライフ、まあ、今日の朝だったかな、今日の朝ですね、このマークスティスバーゲンさんも言ってました。多くの人は、まあ、悲しんでる、ね、多くの人は悲しんでる。で、悲しんでる人のところに行くと、みんななんかこう、つぶやいてると言いましょうか。なんか悩み事、なんかこう悪いことばっかり言ってるそうですね。つぶやいてると言うんですけれども、ああダメだったとか、こうだったとか、ああもう嫌だとか、そういうことばっかり言ってるそうです。しかし、
クリスチャンはそういう悲しんでる人たちではなくてハッピーピープルと言ってましたね。ハッピーピープル、クリスチャンはいつも良いことを考えます。クリスチャンは信仰的なことを考えます。クリスチャンは感謝とか喜びを考えます。ハッピーピープルになれるんですね。ぜひ皆さん、楽天が負けてもね、この悲しいことではなくていつでもハッピーピープルになりましょう。楽天が勝とうと負けようと、巨人が勝とうと負けようと、私たちはイエス・キリストにあってハッピーピーポーになれるのです。いつも喜んで、いつも明るい人間になることができます。それでは招きをしましょう、ね。今日、ね、スポーツの勝敗ではなくて人生に勝ちたい人、イエス・キリストを信じて、本当の霊的なマラソンで天国に行って勝利を勝ち取りたい人、サタンに打ち勝ち、世の中に打ち勝ち、イエス・キリストを信じ切って本当の勝者になりたい人、アメン、アメンと言ってください。本当の人生の勝者になりたい人、人生、本当の人生の意味を勝ち取って意味をこの生き抜きたい人、もう負け人生ではなくて勝利人生を送ることができます。イエス・キリストにあって、イエス・キリストにあって勝利人生を生き抜くことができます。皆さん、勝利人生を始めましょう、始めましょう。アメンと言った方々、今日から勝利人生です、今日から勝利人生です。天のお父様、多くの人は誰が敵でどうすれば勝てるのか、その本当の勝敗が見えていません。欲の中で生きて、ただただ虚しいスポーツや虚しいゲームや、意味のないことで時間を使い、結果的に人生を敗北しています。今アメンと言った方々が本当の人生の戦いを理解し、イエス・キリストを信じることこそ勝利するということを理解することができますように。イエス様、どうぞアーメンと言った方々、勝利の心を与えてください。イエス・キリストによって罪が許された。イエス・キリストによって永遠の命を受けた。これこそ勝利です。それはイエス様が十字架によって勝利した。その勝利を受けるということです。私たちが勝利したのではありません。イエス様が勝利しました。イエス様が十字架で勝利した、その勝利に預かるのです。楽天が勝てば楽天のファンが喜ぶように、私たちはイエス様が勝利したので、イエス様の勝利を喜びます。十字架の勝利を喜びます。アーメンと言った方々が、イエス様の勝利を受けますように、十字架の勝利を受けますように、人生に勝利しますように、悪魔に勝利しますように、勝利の人生が始まりますように、勝利の人生が今日からイエス・キリストにあって勝利の人生が始まりますように。もう負け犬のような心を持たないで、いつもハッピーな心、ハッピーピープルになりますように、ハッピーピープルになりますように。明るい心、希望に満ちた心、イエス様こそ永遠の希望です。どうぞ祝福してください。リスナーの方々を祝福してください。イエス様の皆によってお祈りします。アメン、アメン、アメン、アメン。明日の朝10時半礼拝があります。一緒に礼拝しましょう。イエス様を礼拝しましょう。明日の朝お会いしましょう。シャローン、シャローン、シャローン。アメン、アメン、アメン。